ガチで汚い。クソ野郎って意味で。
キンって呼ばれてクソ野郎って天狗呼ばれてるそういうことばっか学んじゃうから変な韓国だけ頭に入ってめっちゃ韓国で使えないっていうちょっとプチ情報でした。はい、じゃあ行く、もう行こう、行きますか。じゃあ聞いてください、ひまわり。Thank you.